はい、お世話になっております、モニタラの宮田です。大河原です。今回大河原さんが冷蔵庫の動画どうですかと言われたんで、やってみようかなって思ったんですけど、なんかこう疑問っていうか質問みたいなのがあったんですよ。疑問は、冷凍の何度から冷凍になるのかっていう、何度から冷凍、はい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 、基準はどうなんやろ。基準は、はいはいはい、あります。あのね、どこから冷凍って言われたら氷点下以下がね、あの冷凍ってなってます。だからマイナス1も冷凍だし、マイナス2も冷凍だし、ただ業務用の冷凍庫の基準はマイナス18度以下なんですよ。あ、そうなんですか。これ決まってるんです。へえ。業務用はね、僕らみたいなプロが使う冷凍庫はマイナス18度以下にしなさいよっていうのは決まってる。まあね、その理由はちょっとまあ後でね、ちょっと説明しようかなと思って、はい、実際ね、冷凍庫ちょっと見ていきましょう。はい、はい、これ冷凍庫です。大きいプレハブの冷凍庫なんですけども、これ温度計見てもらうと、これね、マイナス19度になってます。これね、マイナス21度まで下がるようになってます。でね、もう一個ね、奥に冷凍庫があるんで、ね、そっちの方見ていきましょう、ね、こっちにもね、冷凍庫があります。で、温度を見てもらうとね、ここにあるんですけど、マイナス 22.5 度にこうなってますね。で、ちょっとね、中を見てみましょう。はい、冷凍庫の中なんですけども、大体お肉っていうのはね、こういう風に段ボールの中に入れてね、冷凍してあります。中にね、お肉がこうあるんですけど、よいしょ、こうやってね、お肉が冷凍してあるのがあるんですけど、こういう風にね、剥き出しの状態ではね、あんまりね、置かないです。箱に入れたり、あと発泡スチロールに入れたりして保存するのがほとんどです。うちだけじゃなくって、他のお肉屋さんでもね、そういう風にされてると思います。世界基準だと思うんですよ、マイナス18度っていうのは。世界基準だ、うん、で、理由があって、マイナス18度以下になると、菌の繁殖を抑えることが極端にできると、うん、で、酸化も圧倒的に抑えられる温度っていうのがマイナス18度以下ですよってなってるんですよ。だから冷凍食品なんかこう裏見るとマイナス18度以下で保存してください。あ、書いてありますね。書いてあるでしょ。書いてありますね。あれ、僕たちみたいなプロが食材、まあ、お肉だったり、そういう冷凍のものを保存するのは必ずマイナス18度以下で保存しなさいよっていうふうにこう決まってる。皆さん、冷凍庫って言ったらなんか劣化を抑えられるみたいなイメージあるでしょ。ありますね。あるでしょ。あれね、冷凍庫でもね、あれ菌繁殖してるんですよ。繁殖してるんですか、あれ。そんな大思ってんでしょ。思ってるか。なんかマイナス10度とかで、ね、なんか凍ってたらなんか菌なんか繁殖しにと思うでしょ。止まると思ってました。止まると思ってるんですか。あれね、微妙に進んでるんですよ。で、マイナス18から一気にずっとその進むスピードっていうのは一気に下がってくるんです。なるほど、わかりました。切れちゃう冷凍ってありますよね。あれは何度ぐらいになってる。あ、家庭用にある。家庭用にある。あ、そう、冷凍庫と別にあるようなとこですよね。あ、最近の高級なやつ。高級な、テレビの方ついてますよね。冷凍庫ともう一個ついてるやつですね。そうそう、あれね、割よくできてるかなと思うんですけども、あれはね、大体ね、まあ決まってないんですけど、大体マイナス5度マイナス5度マイナス5度からマイナス10度ぐらいまでの間だと思う。ああ、それはね、賞味ね、1週間ぐらいです。あ、1週間。僕らプロから見たらね、もうマイナス5度なんて、まあ冷蔵庫ほどではないけど、ものすごく劣化していきます。思った以上に劣化して思った以上に、酸化もするし、菌も繁殖するし、当然家庭用の霜取り機械ってそんな優秀じゃないの。これ圧倒的な違い、まあ、容積量もあるけど、霜取り機械で完全止まったら、冷凍庫ってずっとマイナスなイメージある。マイナスなイメージ、家庭って、うん、あります。でもあれ0度になったりするの、下手したら1度ぐらいになったりとか。ああ。で、霜取り終わったらまたぐーっと冷たくなっていくみたいな感じですね。でもマイナス5度も冷凍かどうかというと、あれはね、一応冷凍です。冷凍です、冷凍です。タオルを振り回すのあるじゃないですか、テレビとかでね。冷凍の強さみたいな。ありますね。あれどうなるんかなってここでやってみたら、うちの冷凍庫がちょっときついんちゃうかな。
できないんですかね。多分あれなんかわからん、え、南極とかで、あのテレビとかでやったんやったでしょ。あれマイナス30度とか40度とかだと思うから、うち20だからどうなんやろ。やってみましょうか。やってみますやってみます。こうね、あの濡らしたタオルをちょっとね振ってみたいと思います。こうなんかな。できた。カッチカチです。